始めていきたいと思います。まずお名前を教えてください。私の名前はタパギャナンドです。もう一度お願いします。私の名前はタパギャナンドです。タパさん、あなたは学生ですか？はい、学生です。24歳です。24歳。学生というのは高校生ですか？いえ、いません。学生、どこで勉強していますか？ユーロエシアで勉強します。勉強します。タカさんのお国はどちらですか？ネパールです。国はどちらですか？ネパールです。ネパールです。毎晩何時に寝ますか？10時に寝ます。昨日は何時に寝ましたか？昨日は12時に寝ました。昨日は12時ね。今日朝は何時に起きましたか？6時に起きます。6時に起きます、はい。お昼ご飯を食べましたか？はい、先生。何を食べましたか？お茶とパンを食べます。お茶とパンですね。タバコを吸いますか？いいえ、すいません。いいえ、すいません。タカさんは何人家族ですか？3人です。誰がいますか？両親と私です。うん、両親と私。はい。パパさんはスポーツが好きですか？サッカーが好きです。サッカーが好きです。はい。今日サッカーしましたか？いいえ、います。しますか、今日？いいえ。いません。はい。はい。パパさんは漢字を書くことができますか？漢字。すみません、先生。はい。パパさんは漢字を書くことができますか？少しわかります。どの漢字書けますか？100ぐらいわかります。もうすごいですね。100？ はい。日本語の試験はパスしましたか？ JLPT、J テストとかありますか？いいえ、ありません。ありません。車の運転ができますか？いいえ、ありません。車もありませんね。じゃあ、パパさんの、お父さん、仕事は何ですか？農業です。農業です。お母さんは？主婦です。お母さんの仕事。主婦です。もう一度お願いします。母は主婦です。主婦です。はい。はい、わかりました。お父さん、お母さんは優しいですか？はい、優しいです。はい、優しいですね。ね。じゃあ、いつからパパさんは日本語を勉強していますか？いつから？今年の8月10日前から勉強しています。今年の8月から勉強してます？はい、先生。日本語はどうですか？面白いですか？はい、面白いですが、ちょっと難しいです。ちょっと難しいです。ちょっとね、難しい。何が難しいですか、日本語。漢字がちょっと難しいです。漢字？はい。漢字が難しいですね。はい。日本に来たら、たくさん勉強をします。
はい、頑張れますか？はい、できますか？はい、漢字がたくさんあります。日本ではたくさん漢字がある。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ママさんは、はい、結婚していますか？いいえ、独身です。独身ですね。はい、パパさんがネパールで卒業した最後の学校の名前を教えてください。シリランテチアヤルセカンダリー学校です。学校いいです。いつ卒業しましたか？2017年に卒業しました。2017年しましたね。じゃあ、1日日本語を何時間勉強しますか？2時間勉強します。そうですね、はい、2時間。はい、2時間。4時間は何？2時間。2時間少ないんじゃない？はい、4時間がいいよ。OK です。タパさんは日本に来たことがありますか？いいえ、いません。ありません、はい、じゃあどうして日本へ留学したいですか？どうして日本語を勉強したいからと大学に入りたいです。うん、大学で何を勉強しますか？IT のデザインエンジニア、うん、勉強します、うん、勉強した後何をしますか？いい会社で働きます。いい会社で働きます。それは日本ですか？ネパールでですか？日本で。日本で勉強したいですね。はい、いいです。じゃああなたは日本に来たらアルバイトをしますか？はい、アルバイトします。アルバイトのルール分かりますか？はい、どんなルールですか？教えてください。アルバイト、1週間28時に、します。そうですね、はい、トータル28時間1週間できます、はい、それ以外はできません。はい、ルールがあります。じゃあ最後の質問です。パパさんの日本で必要なお金は誰が出しますか？もう一回言いますね。はい、パパさんの日本でのお金、日本で使う学校のお金、部屋のお金、食べ物のお金は誰が出しますか？父が払います。父が払います。はい、父はパパさんの留学に賛成していますか？サポートしますか？はい、します。はい、先生、うん、日本で生活するのお金が必要です、たくさん。はい、はい、なので日本に来たら頑張ってください。はい、うん、はい、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとう先生。